アレクサンダー・シュモレルは、白バラ抵抗運動のメンバーの一人。ビラの配布の手段を通して、ナチスドイツに抵抗するも、国家反逆罪により、民族裁判所で死刑判決を受け、処刑された。1917年、ロシアのオレンブルクで、ドイツ人の父とロシア人の母の子として生まれる。母は、1920年に、チフスで死亡する。なお、 アレクサンダー自身、ロシア正教会で洗礼を受けている。1921年に、父はドイツ人女性と再婚し、一家はミュンヘンに移る。ロシア語とドイツ語のバイリンガルとして育つ、大学入学資格取得の後、勤労奉仕に参加することとなる。1937年11月に、ドイツ国防軍に参加する。オーストリア併合や、チェコスロバキア新軍に、 兵士として従軍することとなる。1939年にハンブルク大学医学部に入学する。1940年秋、ミュンヘンに戻る。そこで白バラ抵抗運動のメンバーであるハンスショルやビリー・グラーフラと知り合うこととなる。白いバラのハンナチスのリーフレットを作成する。2番目の白いバラのリーフレットはホロコーストのことを取り上げている。 1942年6月、ハンス・ショルと共に衛星兵として東部戦線に従軍する。ロシアにおけるドイツ占領軍の行為に辟役するようになる。1942年9月からの新学期にミュンヘンに戻る。1942年11月、クルト・フーバー教授と協力することとなる。1943年、クルト・フーバー教授も交えて、 白いバラの5番目のリーフレット、全ドイツ人へのアピールを制作する。また、ミュンヘンの壁に、ヒトラーだとや、自由をペンキで描いたりする。1943年2月18日、白いバラの同志のハンス・ショル、ゾフィー・ショル、クリストフ・プロープストが逮捕されるが、その時点で、シュモレルは、スイスに亡命しようとするものの、二月十四日に、防空壕で逮捕される。 2月28日に先に逮捕された仲間3人が処刑されるが、シュモレルに対しても4月19日に人民法廷でフーバー教授と共に国家に対する反逆と利的行為の罪で死刑の判決が下りる。7月13日、シュターデルハイム刑務所にてギロチンで処刑される。ありがとうございます。